はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の趣旨シ,シリーズ第64弾やっていきましょうで問題が9問今回ねありますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで必要なとこだけ確認してもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします それじゃあ画面下げますのでお待ちください。きょっよっあの実はこれ撮お、撮影しているのが12月31日、大晦日でこ,れこの撮影が2020年の多分撮影締めというかラストなんですよ。まあ、投稿しているのは、ね、2021年なのであの明けましておめでとうございますと今年もよろしくお願いしますという拶が動画的には正しいんですけどあの気持ちとしては本当にあの今年もお世話になりましたあの <laughs> 変な感じになっているかもしれないですけど一応ね伝えたくて。 で2021年もねよろしくお願いします。それじゃあ早速やっていきましょうでまずは計算ですねルートが3つ続きます。で1番は26ルートルルーートトですっていうのは掛け算と割り算っていうのはルートの中つまり今だったら26と2を割り算そのまますることができるので 26÷2 をすると13だからルート13と。 でルートの中身っていうのはほにゃららルートほにゃらら例えば2ルート3みたいな形に直せないかなっていうチェックを必ずしますただしこれは直すことができないので今ルート13が正解になりますと。で掛け算も一緒ですただ注意しなきゃいけないのは2ルート7みたいな感じで自分よくルートの中の世界と外の世界っていう表現をします中の世界は中7ね外の世界が2です で掛け算割り算は外の世界同士中の世界同士で計算をしますつまり外同士2と3掛け算して23が6ルート7かける2で7214と6ルート14でルート14は同じようにほにゃららルートほにゃらら直せないのでこれで終了となりますただですね2番ちょっと今回スキマワード作ったんですけどあの ちょっと発展系というかもしこういう問題が出たらってところで覚えててほしいことがあって例えばですよえー、っと2ルート 7× じゃあ3ルート21とかこんなのが出たとしますでそうするとさっきのやり方でいくと外と外で6ですよねで中を掛け算した時に 7×21 なんでまあ普通にね147ってもちろん計算はできると思うんですけど ルートの中身が大きい数になればなるほど、ほにゃららルートほにゃららに直すときにちょっと苦戦しがちです。気づかないっていう。だからそうなっちゃうんだったらちょっと工夫した方がいいんですよ。で、どう工夫するかっていうと、ルートの中ありますよね。今 7×21 なんですよ。それを今は普通に計算しましたけど、わざと分解します。分解です。どういうことかっていうと、まあ、外の世界の6はね、置いておきましょう。で、 中がさまあ7はいいんすわ7で21を分解するとこれ 7, 3, ですよ、ね、7と3掛け算でつまり21ってやるんじゃなくてわざとこうやって書くんです7かける3ってそうすると何が起こるかっていうとルートの中に7が揃うんです2つつまり7の2乗ですねルートの中で2乗になると2乗ってその右上のね 2っていう数字をアイテムを使うことによってこいつ外に出てこれますつまり7の2乗だったので7が外に出てくるんですまあ消えちゃいますけどねここから中からはで7が出てくると6もともといた6と7をかけることによって六四42となりますでも3は出てくることができなかったのでお前は残ってくれとだから答え42ルート3みたいなでこれは覚えておいた方がいいです 計算ミスが減るしあとはとにかく早く終わるルートの中身が大きくなりそうだなと思った時には中をあえて計算せずに分解して計算しようと思ってくださいまあ別にこうやってやっても全然こっちに持ってくれるんですよ持ってくれるこれ 49×3 なんですよ147って 49×3 ねで49って7の2乗だからさ出てくれば同じ答えにはなるんだけど いいかなっていうふうに覚えておいていただけたらと思います。では次は足し算引き算ですね。でこれはえっ、ー、とこいつとこいつ数が大きいでこいつをまず直しましょう。ほにゃららルートほにゃららにで九十六もねなかなかちょっと気づきにくいところかもしれないんですがこいつは十六かける六です。九十六ね十六かける六で十六は四の二乗ですね。四の二乗。 つまり、ルートの中、こうなっているときに、2乗がついてるから、外に出てこれるんで、4は出てきます。ただし、ルート6は出てこれません。こう。直すと。4ルート6。で、まぁ、20ならばね、結構親しみがあると思います。9×3 なので、9は3の2乗。×3. まあ3の3乗って書かずに、あえてこう書くと。で、これがルートになっているので、2乗のアイテムを使えば、3が1個出てくる。で、この3は出てこれないので、残りますと。 つまり、えー、5ルート3、プラス4ルート6、マイナス8ルート6、マイナス3ルート3。直すとね。で、ルートの足し算引き算っていうのは、ルートの中が同じだったら計算ができます。計算が。つまり5、5ルート3とマイナス3ルート3は計算ができると。で、計算は、外の5引く3をして、2。でも、ルートの中身は変わらないです。だやってることは、5x 引く 3x やってる感じだね。 5x3x で 2x じゃないですかだからその同じように2 3でルート6の方も計算ができますと4-8はス4なのでマイナス4ルート6とでルートの中身が違うルート3とルート6はこれは引き算はできないのでここで終了となりますよいしょじゃあ4番いきましょう、えー、ルートが入ってる、まあ、不等式ですね、まあ、これも、まあ、不等式でこれかこれを満たす 数数 a の数を求めなさいともうこれのポイントは全部ルートにしちゃってねーす全部ルートにしちゃおうとルート a をルート外すのってちょっと難しいんですよだから5と26をルートにしちゃえばいいで5をルートにするにはどうするかっていうと2乗すればいいんです2乗だから5の2乗にしてルート25ってやりますだから6も同じだね ルート36と一緒ですそうするともう全部ルートが入ったから結局やるのって A 求めたいんですよ。25より大きくててて以下の A の A 数数えてねってもうあとはもうね指で数えても構わないですこれに関してはで。気をつけなきゃいけないのはこれ36の方はイコールが入ってるんで36は OK です OK。 でも25の方はイコール入ってないから25はダメだよダメつまり26から36まで数何個あるかなって数えてほしいで気をつけなきゃいけないのは、えー、3 6二2 6をして10個っていうこれはよくやるミス小学校で習ってるんでね何番目の時にやってるんで順序の時にやってるんですけどこれちゃんと数えてなら分かる11個あるからね だから結局 A は何個ありますかって引かれてるから個数だから答えの欄には11個とこうやって求めてください。いいかなまあ実際これねこの問題は分かんないこれは俺は勝手に思ってることだけどでここにイコールが入ってる方がミスを誘いやすいんですよね誘いやすい。なんでかっていうとこの不等号の意味が分からなくてさ2、まあ、乗するんだよなっつってルートに全部直すじゃないですか。 だからあ三36から25引けばいいんじゃねみたいなすると答え一致しちゃうんよねたまたま36引く25してでそれで当たっちゃう可能性があるから、まあ、多分イコール入ってるパターンの方が多いかな引っ掛けとしてはと個人的には思うんですけど、まあ、結局やることはいくつからいくつまでなのっていうそれさえ分かればあとは個数,数数えるだけだからいいかなあでもし例えばこれ今さこれ数えられるけどじゃあなんか出してきて11から じゃあまでここの数を数えたいってや,りだやるときにさはさ、まあ、に数えられないじゃん時間かかるからそういうときは何個あるのかなっていうのはこっちの数字からこっちの数字して最後1足せばいいですそうすると必ずそこにある個数が入りますこれもそうです36から26を押したら10それに1を足せば11個になるから でもう本当にすいません、ね、分かってる方はちょっと長くなっちゃってますけどなんで1を足すかっていうと3636、えー、に36いますとこうやってねで26を引くじゃんじゃあこの辺にしようか26これを引いた残りがまあこう何個って数えてんだけど26まで引いちゃうとこの26番目の人も引いちゃってるんだよね入れたいのに26入るからさから入れたい人を引いちゃってるからその人の分の1を足してるイメージです すっていうのはいいかなではではではちょっと長くなりましたなここ5番いきましょうかで次は3点が出ております ABC ってねでこれが一直線上にあるとつまり同じ直線の上に全部乗ってますよじゃあ K どうなりますかっていう問題でこのやり方のアプローチいくつかあるんだけど一番オーソドックスなのは、えー、K が入ってない A と B は普通に数字出てますよね。こっから直線の式求めようぜが一番簡単です。おそらく。で、直線の式なので、ちゃんとやるとね、えー、y イコール ax プラス b。これが直線の式です。いいかいで、あとは、もちろん傾き先に求めてるも全然できるんですけど、えー、2、1を、x が2、y が1を代入します。ちょっと入れ替えますよ。x に2を入れるから 2a。 プラス、b、イコール1あの逆に書きました右辺と左辺左辺と右辺を丸々入れ替える時は符号変えなくて大丈夫だからで6とマイナス5も入れますだから6 a プラス b ス5って連立ができましたとあとこれ解きますで b が必ず揃ってるので引き算すれば b は消えますっていうことでマイナス4 a イコール、えー、っと6かだから a イイコールマナス おいおいお前は整数ならんのかい A イコールマイナス二分の三ですねで、えー、どっちかに代入しましょうで B 上に入れようか入れるとマイナス三になるからここは整数で四になるねこうなるといいかなてことで直線の式は Y イコールマイナス二分の 3X プラス四と分かりましたとでこの C も一直線上だから当然この上に乗ってるんですよ 乗ってるってことは代入して OK なの、関数は。いいかいこの点がこれに乗ってるなら代入しちゃえばいい。だから、X のとこに K、Y のとこに10を入れてやろうと。そうすると、10イコールマイナス2分の 3K プラス4と。ちょっとな、えっ、ー、と、まとめると、2分の 3K イコールマイナス6かな。間違いたくない。合ってるね。で、両辺3分の2をかけましょう。 2分の3消したいからねこうやって3分の23分の2をかけるとここが丸々消えます約分ででこっちがス4となるので k はス4でしたとこんな感じでえっ、ー、と次6番ですねこれ割と引っかかりやすいところですあのー、今ちょっと編集で出しておきます度数分布表がありますと で、度数分布表からいろんなことを求められるんですけど、この平均値、平均ね、を求めろっていうのが意外とつまずきます。例えば、身長がさ、この悪握力か。握力が20人分、結果が出てると。この子13キロ、この子21キロって。20人分残った出てて、それの平均出せって言われたらさ、平均って全部足して、人数で割るんよいい。全部足して人数で割る。だから求められるんだけど、度数分布ってわかんないんだよね。一人一人の結果が。 じゃあどうするかっていうと、今1個だけ書きました。これ12から16が1人だったね。表に載ってるやつ。?12 から16は1人なんです。大事なのは、階級値ってやつ。階級値。いいみんな、これの階級値何かわかるかい ?12 から16っていうその増減表じゃねえやごめん。えー、っと、度数分布表の。これ階級値ってこれの真ん中の数字です。真ん中。12から16の。だから14なんだよね。 もし出し方わかんなかったら、ここを足して2で割ればいい。2 8る2だから14でしょ。これが階級値ってやつ。で、階級値に人数を足すんです。あ、これ人数をかけるんです。それを全部やるの。だから一番上の表は1 4る1だから14なんよ。こうやってやると。足す、次は16から20でしょ。真ん中の数18なんだわ。で、1 8る3をしていくの。 54これちょっっっとと地道だよ先にやっときゃよかったわごめんで次が 22×7 えー、っと154か次はちょっと表見ながら見,な見ててね 26×4 四。よい 26×4 かえー、っと1004か 26×4 あったよねで、えー、30×3 は楽だねプラス90どんどん全部足してくのちゃんとで最後 34×2 だから68と。 はい全部足しましょうかはいやってもうた <laughs> えっと68136の240330だから484かな全部足すとででよ平均だから出ましたこれを人数で割る人数今20人だよねだから20で割りますとそうすると、えー、結果が24.2 これが平均値です。じゃあ単位キログラムか。つけておこうか。度数分布表の出し方はねぜひ覚えておいてください。いいかな。でえっと次が七、えー、番が確率です。でここはまた大小二個のサイコロ。前回もあったかな。前々回かな。大小二個のサイコロって言われたときにまず分母 もう決定だよね分母は 36, なんです分母36絶対サイクロン2個の時は36分のだからで今回出したいのは B 分の A が整数です B 分の A が整数で中1の最初かなに習う整数って何ですかってやつです整数っていうのは01234ちょっと0抜いときゃよかった 1> 1, 2, 3, これ自然数ね1より大きいやつ1234って書くのが整数そこにマイナス0とかマイナスも入っていいやつですこういうやつまず続くけどこれが整数よつまり分数とか小数を抜けばいいざっくり言うとねだから B 分の A がこれになるやつを探せばいいとでサイコロ2個の時は全部の樹形図を書いてチェックはダメ時間かかるからだから1個ずつチェックしていきます で、まあ B 分の A だよね、まあどっちがどっちでもいいからさまずじゃあえっと B をこっちにしようかこっちを B にするね左側をあえてだから今1分のから始めます1分のでも1分のって1分の1も1分の2も1分の3も全部整数になるよね123だからだからこれ6個全部 OK で、まあ、もちろんこうやって6個ね123456って書いてもいいし 俺もう6個の時は6個とか書いちゃう。もう分かるから。自分で分かりゃいいからさ。まあ、任せます、そこはで。次いきますよ。全部チェックしていきます。2。だから B が2の時です。で、2分の1はダメだね。分数。ただ、2分の2、2分の4、2分の6だったら約分して整数になるじゃないか。なその3つが OK じゃん。2分の2。ちょ、ちっちゃくてごめんな。2分の4、2分の6とどんどんいくよ。3。B が3の時です。さあ、どうすればいい ?3 分の 3と3分の6なら、約分できると。整数になるからね。で、この辺からちょっとになってくる。4の時は、4分の4しかないんです。あと、4分の1も、4分の2も、4分の2ね、約分はできるけど、結局、2分の1にしかならないから。で、えっ、ー、と、5も、5分の5しかないし、6も、6分の6しかありません。ってことで、 整数になるときはチェック終わりました。で、数えます。枝の数。6本。6、7、8、9、10、11、12、13、14個です。なので、答えの欄には、下切りかな。36分の14。ただし、必ず約分チェックをする。確率はね。で、約分2で約分すると、ちょっと大きいかけだな。18分の7。 となって、これで終了となります <coughs>。喉がやべえ。ごめんね。よっしゃーさあ、と2問。で、次は、平均の速さか。A 地点から B 地点に行きたいんです。こっからここに行きたいんですけど、間に C 地点がちょっと挟みます。で、えっ、ー、と、自分はこの表を書きますあ。もちろん書かなくてもいいんですけど、書いて分かりやすくて。で、情報をまとめていくと、 A 地点から途中の C 地点までの時速が A。時速ね。で、必ず、ごめんなさ見端を書きます。見端。で、おい、泣きまった。えっと、時速だから速さだね。つまり、A から C の間の速さが今、A です。速さ A。で、2時間歩いてるから時間が2です。で、次、C 地点から B 地点までの時速 B の3時間。 速さ B で3時間。ちょっと歩きすぎじゃねって思うけどね。すごいな、5時間も歩いてんでってなる。これだけです。で、その時に、全体ね。全体の平均の速さ。平均って全部だから。平均の速さはいくつですかって。じゃあ、この表で言った時に、どこのこと求めればいいのって。何聞かれてんだろうっていうのが分かってほしい。で、どこかっていうと、ここです。平均だから、全体の速さ。ここを求めたい。じゃあ、 ここを求める見はじは「まあ、あのドラえもんの鈴」みたいな小学校習うけど結局ここの道のりねとここの時間さえ分かれば時間分の道のりだから分かるわけよ。でしかも時間なんて2時間と3時間だから5時間って分かるから全体であとはここだけ道のりじゃあどうするかって言った時に A から CC から B 分けて考えてここのね A から C の道のりはまず道のりはさ 速さ×時間なんですよ。速さ×時間。だから、a、a×2 をすればいいから、ここ 2a なんだよね。二 a こっちも同じです。b と3かければいいから、ちょっと狭くてごめん。3b なんです。で、道のりは足すことができる。速さは足せないけどね。ここの速さが a で、ここが b だから、全体の速さ、a、a+b は絶対できないよ。できないんだけど、道のりは足せるから、ここが 2a+3b プラスってことが分かります。 で一応細かいんだけど気をつけなきゃいけないのがこれやる前に単位は気をつけた方がいい単位何かっていうと今回時速なんでねで3時間って言ってるから字と字が揃ってるから計算ができますもしここが時速で時間が分とかになってたらこの分を字に直さなきゃいけないっていう引っ掛けもある実際にそんなに見ないけどだから単位はちょっと気をつけなきゃいけないんだってのは思っといてください で、話を戻あとは道のり割る時間をやればいいからこれ割るこれだね。でこれはもうそのまんま載せちゃっていいでしょうこうやって。で、やってもいいし分けて5分の 2a プラス5分の 3b とどちらでもいいです。これで終了となります。 よしラスト参りましょう。ちょっとごちゃごちゃした図になってますけど、これやってるのは、えっと、一辺が9の立方体がありますと、立方体で全部9センチね。9センチ。でそこから、なんか四角ヤンパンマンの顔から四隅に4人に顔のね、一部上げましたみたいな状態になってるわけ。今1個しか書いてないけどね。こことこことこことここの隅から三角衰化を取って、引いた体積に求めなさいって言ってます。だから、 これ全体の体積ってあの立方体で縦か縦×横×高さなので 9×9×9 なんですよここはつまりちょっとちっちゃい方が 9×9×9 なんでえー、っと,と729か。で分かりますとじゃああとこれを1個求めて、まあ、4つ求めなきゃあ4つね同じのを引くからこの1個に4をかけた分を引けばいいじゃんって考えます でこれはねこれ三角錐ってやつです下が三角になってて尖ってるから錐ねでホニららラ水の体積の求め方っていうのはまず底面積が分かればいいあとは高さですこことここでこれ図見た時に、まあ、底面積どこ取ってもいいんですけどここってここね直角三角形なんですよだってこう直角使ってるからここの部分ちょっと大きく書くと こうなってるこう直角だからさで問題見たらわかるけど辺を3等分してるんですよ3等分つまり9を3つに分けてるから1辺の長さ3なんだよねここもここも3あ底辺も高さも3ってすぐわかるから底辺×高さで三角形なんで1 ×2 分の2これが底面積なのね底面積でそれを底面にした時の高さってまあこう高さの部分よここですここ でもここもさ同じように3なわけ全部3だからだから高さも3で最後に気をつけるのは、えー、三角錐尖ってる体積を求めるときは最後にかける3分の1が必要です尖ってるときはねでこれを求めるとこれ3と3分の1約分されるから2分の9です1個はでそれが4つ分ある今ね 四かけると十八になりますと。つまり全体の七百二十九から十八を引いてえっ、ー、と七百十一センチメートルだったような確かな立方センチメートルとセンチメートル書いてあったとあ書いたよね。これで終了となります。いいかなという感じでぜひやってみてください。 では、えー、今回はね高校受験対策の刺しシリーズ第64弾やらせていただきましたまあ冒頭でも話しましたけど今はね2020年の大晦日かで投稿してるのは2021年なんですが、えー、今年、ね、本当にね今年もよありがとうございましたそして、まあ、2021年になってますけども、えー、今年も是非ねよろしくお願いしますでは今回の動画は以上となりますここまでご視聴いただきありがとうございました